こんにちは、元気アッププロジェクト代表の貝原です。今日は豊島区でコスプレのイベントが開催されてます。全体200名の方が集まっているそうです。やっぱりあの池袋はあの乙女ロードがよくあるように女性のコスプレイヤーの方がすごく多く集まってくれたなというような感じですね。でこれからあの最後にみんなでゴミ拾いをして最後に、エリア全体をきれいにしてあの気持ちよく終わりたいなと思っております。また来年も開催しますのでどうぞよろしくお願いします。ゴミ袋こちらで渡します。はい、お願いします。5人くらいで1人で、はい、じゃあ 4,5 人で1つな感じで。ゴミ袋使ってください。ゴミ袋1つ。ゴミの他にほうきもあります。わー、ほうきトングありますんで。皆さんすいません、邪魔だ。結構綺麗でしたね。さすが豊島区。まあ、あのイベント自体がゴミを出すイベントでもないですから、ね。そうですね。はい、よかったです、よかったです。あと全員映ってる。OK です。いきます。はい、チーズ。いいですね。もう一枚いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。あともう一枚だけ。はい。今日はあの本当に豊島区のこのアニメ館が大盛況に終わって本当にあの豊島区、そして豊島区長をはじめ、またあの声優の神谷明さん、そしてコスプレの方々、また時矢荘プロジェクトの方々、本当にありがとうございました。無事こんだけたくさんの若い方々が豊島区に来ていただき、そしてまた古いアニメから今のアニメまで時代を介して接していただき、非常に盛り上がったことに改めて感謝を申し上げます。そしてこれからもっとたくさんのこのような文化を豊島区から発信できるように、ぜひ改めて皆さんの協力ぜひよろしくお願いいたします。次回またこのような機会をぜひ作っていただき、そして次回はやはり豊島区は時矢荘プロジェクトから始まるように、若い方々以外のご年配の方々のそのアンチエイジングにつながるような、また昔をよみがえらせるような、そんなアニメの格好をしていただいたりするような新しいコスプレの文化を世代を通して参加できるようなイベントにしていっていただきたいなと思っております。今回も仮面ライダーや服部くん、そしてバビル2世など昔の漫画のキャラクターが非常に人気がありました。サザエさんやそういう格好したおばあちゃん格好していただいたりとか、ぜひしていただきたいな、そんなような感じで世代を超えた交流を発信できるようなイベントに次回はしていただきたいなと切に思います。本当に今日はありがとうございました。